こんにちは。今日は結婚式について話したいと思います。私は先日インドの結婚式に出席する機会がありました。インドの中でも宗教や地域によって結婚式のスタイルはだいぶ違うようですが、私が参加した結婚式は盛大に行われました。インドでは結婚は1日だけでなく何日間にもわたって行われるということにとても驚きました。みんなでダンスを見せ合ったりパーティーをしたりして結婚式当日を迎えました。結婚式当日は朝から晩まで様々な儀式が行われました。一つ一つの儀式に大事な意味があるそうで、どんな意味があるのか丁寧に教えてもらいました。しかしたくさんありすぎて私は全部覚えることができませんでした。また儀式の間に違う音楽が流れたり、参加者が自由に席を立ったりご飯を食べているのでびっくりしました。日本での結婚式は一般的に1日で終わります。キリスト教のスタイルで行われる式、または神社での伝統的なスタイルが多いです。神社で挙げる場合、花嫁は白むくと呼ばれる伝統的な白い着物を身につけます。そして白いお化粧をし、頭にも大きな飾りをつけます。花婿は袴と呼ばれる服を着ます。儀式が終わるまでは花嫁は花婿に顔を見せてはいけないという昔からの風習があるため、このような帽子をかぶるのですね。式の長さはインドの結婚式に比べて短く、儀式の後にはみんなでお祝いのために結婚披露宴が行われます。この披露宴は結婚を発表するための宴会です。この披露宴では余興と呼ばれる時間があります。出席者が歌やダンスを披露する時間です。またインドと比べて出席者はあまり席を立つことはなく、新郎新婦に注目します。日本とインドの結婚式のスタイルは全く異なりますね。私はインドの結婚式に参加できてよかったです。とてもいい経験になりました。それではまた。さようなら。